おはようございます。やばい、私あれ見てない、島津見てなかった。パチスロコーナーをサグッと抜けまして、あーでももう行ってる人いるよ、パチンココーナー、あーあったすごい壮観ですね、このチラッとしてるキューベ。まどかマギか、じゃあ私落ち着くからここの角にしよっかな、うん、とりあえず確保できました。マジンコ魔法少女まどかマギか、今日打っていきたいと思います。最新台です、昨日導入されました。さあどうかな、お願いします。ちょっとブラッと見ましょうか、まだ余裕ありそうなんで。あれジャグラーめっちゃ埋まるな。まあ5度つく日でジャグラーが埋まっているってもんなんかな。カードから耕そうかな、オキドキを。さあというわけで、私平取りましたのは、オキドキ、誰もいないですけど、ただね、誰もいないですよね。でも僕はここ来るの2回目なんですけど、これまで何回か収録しています。でその軍団か、ライターに聞いた話だと、オキドキは一応2セットはかかってるっぽいと。で割と出玉も毎回盛り上がってるけども、設定はどうだか分かんないっていう話を、聞きますんで、まあ、2セットかかってるならっていうのと、果たしてなんで出てるのか、それを解明していきたいと思います。はい、ちょっと危ないですけどね、頑張りましょう。マガマト第12回目でございます。はい、皆さんおはようございます。パチスロ攻略マガジンの平です。皆さんおはようございます。パチンコ攻略マガジンのルルです。さあ始まりました、もう第12回目らしい。いや結構続きましたね。だから台本に、4月にグランドオープンしたばっかりの、あらで、あ先に場所言いましょうか。チャレンジャー混じった、のずたてさあですね、おなじみだと思うんで、はい、一応言っておきますけど、皆さんお邪魔してます。でもう4月にグランドオープンしたてのチャレンジャー町田のずた店で実践してもらいます台本に書いてあるんだけど、もう9月ですよ、うん、もう9月ですね。やりました、もう12回も9月までやってるというわけで、いっぱいやってますね。だって前回も出てたでしょ。そう、前回も出たんですけど、うん、今回ちょっとねどうしても打ちたい機種がありまして、うん、ちょっとずずしくもわがまま言って出させてもらったってこと。そう、最新台のね、うん、パチンコ魔法少女まどかマギカ打ちたくて。あれ昨日導入、昨日です。で昨日私朝行ったんですけど、うん、取れなかったんです地元の方で。なるほど。で、まあ、こちらも、パチスロ話題の信頼のホックと新しいやつが、はい、昨日導入なんですけど。そうですね、最新ホヤホヤ。そう、それに関しては僕あのプライベートでまだ打ててないんで、うん、それ以外のところで立ち回っていこうかなっていうところで。じゃ結構得意だったりお好きな機種を攻めていく、うん、で前回トニーさんが結構いい形で、はい、勝利を。そうですね、だからその流れを崩さないように、ガチガチでいこうかなと。前回ね、あのだいぶ前に俺が出た時は、はい、吉之助さんがそれ で、 やってました、ね、でなぜかパチスロに来てジャグラーちょろっと触ってパチンコに逃げるっていう、あれそういうよく分かんないことだったのでそうならないように、はい、ちょっと乱れ打ちしないように頑張るたいと思います。頑張るたいね、はいはい、頑張りたいらです。あ、うまい、うまいのは初めて聞いた。そうだからグダグダするなって、はい、毎回、うん、負けた方は罰ゲーム。あー、ありましたね。あったじゃないですか。今回はなんか罰ゲームが何やらなくなると。えで、それに代わる何か企画も、用意してるよっていうことを言っておりました。なので前回罰ゲームしたの私したんですけど、前回ご褒美みたいな感じでした。あ、そうなの、うん、てっきりルルちゃんが、うん、また編集部に文句言ってそれなくなったかと思ったんだけど、うん、そういうわけだそこまで海の女王じゃないですさすがにそこまで大丈夫です。そういうわけなんかもみもみされました。あ、もみももみもみ、いや俺ももみもみしたいけど、もみもみだったね、まあ、それはさてだからぐだるなって、はい、そこまで編集で海のちょきちょきしていただいて、はい、楽しみですね、今回も、もう時間も、迫っておりますので、うん、そうだそう、打たなきゃ、打たなきゃ、はい、そこら辺も、はい、一体どんな企画があるのか楽しみにしていただいて、楽しみにしてください、ご覧いただきつつ実践の方参りたいと思います。はい、それじゃ一緒にやりましょう。頑張ると頑張ったいらね。はい。せーの、頑張りたいら。ぐだぐだすんな。はい、抽選番号20番取れたおかげで最新台の CR パチンコ魔法少女まどかマギカ座ることができました。
実はですね、私初打ちです。初打ちなんですけど、まあ、魅力をね、皆さんにたくさん伝えられるように頑張りたいと思います。まあ、原作アニメの方はもう本当に大好きなんで、まあ大丈夫だと思います。それではスペックの方説明していきたいと思います。大当たり確率約319分の1の1周2周混合タイプになっております。ラッシュ突入率が約 60%、 そしてラッシュの継続率が立ち間がね、調べたところ約 80% というね、高継続になっております。図柄揃いの大当たりの後にワルプルギスの夜とホムラちゃんが戦うバトルがありまして、まあ、そちらに勝利することができればマギカラッシュに突入します。まあ、今ね口頭で言っていてもちょっとそちらのシステム分かりづらいと思うので、とりあえずお見せしていきながら説明したいなって思います。まあ、朝一は置き時リセットかかっていれば3分の1で、チャンスモードっていうのがいきますね。でそのチャンスモードが、何なのかと言いますと、まあ、当たりがまずそもそも軽いです。だいたい65分の1、上で65分の1、下だと86分の1で、まあ、当たりますと。でそれ何がいいかと言いますと、置き時で一番やってはいけないことが通常 A っていうモードを回すことで、それをじゃあどうしてどうやって避けようかっていう話で、まずチャンスモードに飛ぶとその後通常 B 以上にしか飛びません。ですので朝一早く、先ほど言ったように軽く当たるので、早く当たった場合は天国に飛ばなくても通常 B に行っている可能性が高いと。でそこを狙い撃とうという、戦法です。ただ一応気をつけないといけない点としましては、ああスイカそこぼし取りこぼしああ光った申し訳ございません、光りましたね。はい、多分スイカで当たったで当たったんですが、ちょっとうるさいで回しますね一回。でよく言われるのが、チャンスモードは当たりが早いですよというのはよく言うんですけども、その当たりの、ケーキ、チェリーだったりスイカだったり、そこからの当たりも、普通の通常 A 通常 B に比べれば2倍ぐらい当たりやすくなってます。はい、さあまずはここから32ゲーム以内に、当たるか、つまり天国に移行してるかどうか。チャンスモードであれば 15% ぐらい一応いきます。もうね、これ30なんですよ、今これ31なんですよね。でもってこれ32でこれ光らないとなると通常 B と思い込んで、実際どうか分かりませんが思い込んでも打つしかない。やっぱりね、マドカマギがめちゃめちゃ人気で飽き合いがないです。ただ一つ、私の隣だけ空いてます。なぜか私の隣だけ1台だけ空いてます。私の隣に座ると出るっていう謎のジンクスがあるんですよ。なんで誰か座った方がいいと思います私がいつもスロットとか打ってるとなぜか隣の人よくフリーズとか引くんですよ。なんでパチンコも爆出しされること結構あるんで、お、今見ているお兄さんもいる、おいでおいで。ああ光ってたカメラマンさんの方が早く来た、気づいた。さあ102ゲームよかった。まあまあレギュラーですけど、これで天国上がってくれれば、だから次の32ゲーム間はさっきよりも楽しみ。さあお願いします。早い段階でできれば光って安心させてほしい。いや多分今一番置き時計楽しいところ、通常日だったんじゃないかってところで当たっての32ゲーム間、
ここは半数近く、うわ、ラキだ、これ、これですよ、5ゲーム、ビッグボーナス、まあ、あと今、点滅パターン、普通でしたけど、ちょっと動画だと映像の関係で、今のは高速に見えたりするかもしれないですけど、今の通常でした。転倒パターンで、まあ、気をつけないといけないパターンは、早く点滅する高速点滅と遅いスロー点滅、これが出ると次回通常日以上の可能性が、若干高まります。あとは同時点滅、これ同時点滅パターンで、それと同じ、パターンで初め通常だったんですけども、その後同時になるパターン、この2つは通常 B 以上は確定するパターンなので、できれば追いましょうと。これだけ覚えとけばそのモードに関しては、問題ないです。すごい、隣の方が当たってて、当たった瞬間ソウルジムがめちゃめちゃ綺麗です。いいなおめでとうございます。いいな、一応この後、引き戻しモードっていうのに飛ぶ可能性があるんですけど、まあ、偶数設定だと結構飛びます。で、引き戻しではそもそも200ゲーム天井で初当たりも軽くなっていて、さらに通常 B に、飛びやすい、天国にも飛びやすいというモードがあるので、そこまで粘ってもいいんですが、まだ朝1台あるんでそっちを優先して消化していきます。あ、青保留、保留変化多彩ですよね。すごい緑になった。ああ、これ今見ました、救命ボタン出ましたよ。大チャンスですよ、救命ボタン。だから救命の役物が出なかったからストーリーリーチには発展しないけど、でも今のホムラちゃんのカットインはチャンスだと思います。で、魔法少女リーチからここから魔女バトルリーチに発展してくれたらいいんですけど、あ、チャンスアップするでしょう。来て来て、ここから魔女バトルリーチ発展すると思います。しました、バラ園の魔女とマミさん。いやー、今日初ソウルジェム綺麗ですね、完成しましたよ。テロップの色が赤じゃないな。さあ最後ボタンは、あ、普通なんだけど、いきますよ、復活もあると思うんですよ。あー、ちょっと救命ボタン自体は結構信頼度高いんですけど、他が弱かったですかね。これですね、朝一、これ11ゲームでレギュラーが当たっていると。で、今62ゲームでやめられていると。これさっきから言ってるように朝一チャンスモードだから早い当たりで、その後32を抜けている、すなわち天国に移行しなかったら今通常 B の可能性が高いですよっていう台です。ありましたね、これ打ちます。よーい、光りました、291ゲーム、僕打ち始めからは230ゲームほど。ちょっと映像の関係で速くなったり遅くなったり見えるかもしれないですけど、僕の目で確認しまして、通常点滅ビッグ。おー、ホムラちゃんの爆弾から青保留になった。なんかいきなりゼブラ柄とか出ないかな。お、なんか背景が、そしてちょっとソウルジェムも
黄色いよね。ネクスト行くんじゃない。え、当たった、嘘。え、こんな当たり方いいんですか。初当たりこれでいいんですか。私今衝撃を受けてます。ただ今いつものソウルジェムリーチと違かったのでチャンスアップパターンではあったと思うんですけど、投資19,500円、魔法少女ボーナスおめでとうございます。いや、もう動揺を隠せません。正直アルペルギスの夜倒すことができればマギカライジュ突入します。このねチャージが出たら必ず保留を貯めます。このワルプルギスの夜中は大当たり確率が約 7.2 分の1になってまして、その 7.2 分の1を時短1回プラス電サポ4回転で引き当てるといった仕組みになってます。あ、トータルの突入率、まあ、信頼度 53%、 約 53% になってます。ここを突破できればマギカラッシュに突入します。今私チャージちゃんと貯めて4個になったので、この後はもう打ち出し止めます。そうしないと球がもったいないので、ここね、今左上ゼロって書いてあるでしょう。この後小村ちゃんがワルプルギスの夜に勝てることができればマギカラッシュです。 7.2 分の1か、引ける気しかしないですけどね、正直。さあ、なんか出てほしいな。ボタン、チャンスアップボタンがいい。お、大きい、行くよ。やりました。これでマギカラッシュ突入でーす。うまい。で、電サポ中の約 10% でアルティメットラッシュっていうものがあって、まあ、そちらだと16ラウンドあたり4個なんですけど、それ引いてたら嬉しいな。どうだろう、金の7だったらアルティメットラッシュです。まあ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 、でもでも贅沢いません。マギカラッシュに突入いたしました。やりました。よしよし。はい、というわけで今回から罰ゲームがなんとなくなりまして、おなんかね、こんなものを手渡されたんです。マガバトトロゴの関係上、本当はマガバトークにしたかったけどもトが重なっちゃってる。なんかちょっと ね、すっきりしないけど、グラグラすんなっつってのに、これ何ですか。これは、いろいろねお題があるんですよ。話すトークのお題がございまして、じゃあルルちゃんに引いてもらおうかな。これ話すことによって何かいいことって、いいことは多分ない。ない、悪いことだけある。なんだろう、滑るっていう悪いことだけある。いやー超怖い。なんか話がいまいちだと、結局罰ゲームがあるらしい。あ、マジで。じゃあ頑張って。そう、だから罰ゲームへの二度手間なんだよこれ。じゃあいいの引いていいトークしましょう。そう、え、どうしよう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 。そうだから、私でもカドニー好きなんで、カドニー、やっぱカドニーで いきます。じゃん、なになに、パチンコパチスロ恐怖体験、恐怖体験オアチン事件。え、いっぱいありません、なんかどっちが喋ってもいいらしいけど、なんかある。え、いっぱいあるんですけど。あ、そうなの。私が結構一番びっくりしたのが、朝パチスロ並んでて、人間のうんこを踏んだ。大丈夫、罰ゲームなんねえかなこれ。ピーばっかやめよう。人糞を踏んだ話があって、ホールの外ね、外で並んでたら、なんか滑ったんですよいきなり。で、そしたら人糞踏んでて、それ完全に人のなん、人のなんです。もう匂いも形もわかる。でもそれ、そう入場するわけにはいかんやん。いや、私も打ちたかったんでそのまま入りました。入ってで、普通に打ってました。あ、じゃあそれは、で、結果、じゃあそれ一番気になるのは、それで、じゃあ勝ったか負けたじゃん。その日、パチスロったんですけど、4万負けました。じゃあ全然運がついてなかったよって落ち。言いたかったですね、それ。やかましいわ。2本目。じゃあ、やっぱ中にたまに設定入ってることあるんで、動画での失敗だ。これさ、どうですか。さっきルーちゃん割とね動画出てるけど、い
や、いつもですよ。いつも。いつも。俺一つあるよ。お、あのルルちゃん関係で。何？あのルルちゃんと初めて共演した時、はい、あのスロマガの DVD で、あの昔はあんまりそのスロマガとパチャマ絡むことがなかったんですけど、そうですね、なんかちょこどっかの時期で急に被り始めるというか使ってもらえる時期があって、乳首で鼻鼻鼻初めてルルちゃん初めて会った時に、はい、鼻鼻をアロハシャツを着て打ちましょうでね、夏の暑い時に ねなんか透けてった時でしょ。そうそう、うん、で始めました。今日はなんとスペシャルゲストがいます。あのパチマガタからパチマガから海の女王ことこの方に来てもらいましたって、まあ、そこにルーちゃんがねわーって登場するんですけど、うん、その瞬間乳首透けてますよ。そやっぱそこじゃん。あれはねひどかった。あれ心配なんですか。そうで、しかもその乳首を俺も盛り上げればよかったんだけど、うんうん、そのスローマガって割とみんな真面目だから、なんか乳首をもう持て余しちゃって、うん、その後真面目に乳首持て余したまま実践する、うん、なんか悶々としますよね。乳首はもう結局乳首で鼻鼻って言っただけで、しかもその実践中もずっと乳首ビンビンになって、嘘。いやカメラには多分映ってない、うん、カメラ映ってない、うん、だから俺はなんかチカチカしてた。そうね、俺だからタンクトップをチョイスした俺の失敗なんでございました。モードどうしようかな。バトルモードにしよう。2つねあるんですけど、まあ、最初はバトルモードにしたいと思います。さあこちらのマギカラッシュ連鎖ボが6回と保留4個分で、まあ、先ほど言いました約 7.2 分の1の大当たりを引き当てるといったシステムになってます。この左上の数字があるんですけど、これが残りの回転数みたいなものですよね、まあ、今1回転消化したので残り 3.4、 あと3回転約あるっていう風な言い方でいいのかな。で見てこれ今緑になってるんですけど、ここのソウルジム、まあ、赤だとチャンス、まあ、どんな時でも、お、ほらちゃん、まあ、マドカが出てきたらチャンスなんですけど、まあ、ホムラとマドカですよね、やっぱりリーチになりました。マドカ、お、マミさんでした、まあ、ここで魔女と戦うリーチに発展するんですけど、まあ、ここでもセリフが赤かったり仲間が参戦すればチャンスアップで期待度一気に上がります。普通パターンですね。バラ園の魔女をマミさんが倒すことができれば、あ、ボタンは普通だ。おお、やりました、まあ、今私は 7.2 分の1を引いたというわけでございます。素晴らしい。先ほどが4ラウンドだったんで、まあできれば12ラウンド以上欲しいなっていう。来た。ちょっと皆さんに分かんないかもしれないんですけど、エアバイブしてます。超気持ちいいです。まあ、まだしてます。あー最高。このアルティメットボーナスで16ラウンドプラス次回がアルティメットラッシュ濃厚になっております。いや超最高ですね。 10% 見事引けました。でこちらのアルティメットラッシュなんですけど、連鎖ボが100回転プラス時短4回転つけます。なのでその、まあ、合計で104回転ですね。104回転の間に 7.2 分の1の大当たり確率を引くといったシステムになっているので、まあ、理論上次の大当たりも約束されています。まあ、この後です。アルティメットラッシュ、右打ちの指示が出ているので打ち続けます。でこのままね消化していくんで、このアルティメットの数が増えてきます。これがアルティメットボーナスを立て続けにいくことによってすごい数のアルティメットになる場合もあります。さあこのアルティメットラッシュ終わった後はまたあれです、マギカラッシュが始まります。
これをループさせていくっていうシステムですね。さあここもチャージの指示が出ているのでチャージします。ホムラじゃなくてマドカが出てきたら大チャンスです。あ、今3人ですね。さやかちゃん、ここでもリーチ中のチャンスアップ大事になってきます。テロップが赤かったり仲間が参戦、あー来た来た来た、京子来た。ちょっとこれは期待してみましょう。頑張って、ボタンはボタンは大きい、行くよ行くよ。でも私ここからアルティメットマドカが来てくれるボタン見たことあるんですよ。外れたと見せかけてダメか。いや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 、でも3連チャンで、まあ、表示5000発以上の、ね、払い出し獲得できて、まあ、入れた分ほぼほぼ返ってきてるんで、やっぱりマギカラッシュの破壊力ね、約 80% 本当すごいと思います。いや多分ね、見てる方には伝わんないだろうな。今休憩終わって一発目だったんですよ。しかもこれスローで、スローで別は通常 B ほど出やすい、通常 B 以上ほど奇跡のレギュラーであればドキドキ以上ですけど、まあ、B 焦る56ゲーム。さあこの次ですね、問題はおおほほほほほ、引かなかったら自力で多分1ゲームでテックボーン出す1ゲームよいしょ。これはあのスイカでの1ゲームで当選ですね。よっしゃ、全国ループしておりました。これは、パインでついたので、もともとモードが天国にいて、その中で1ゲーム目が選ばれての点灯。さあここでほぼちょうど1000枚を超えてきましたよ。さああともうひと伸び、もう一度目欲しい。今使い魔が画面覆い隠したんですけど、いつもちょっとずつ前兆があってだったんですけど、あ、これ先読みステージですね。もう一丁行けば夜の御嶽原に行きますよ。お、行った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 、チャンスからの連続予告、これはちょっと期待してもいいかも、まあ、この後次第なんですけど。赤いし、あ、見てゼブラ、やばい、ゼブラステップアップ。これはもう姿勢を良くしてもう見守るだけですね。ゼブラ出ちゃってるんで、時間速攻チャンス、続けば続くほどチャンスです。まあゼブラが出ているという安心感からか、まあ、こういった予告もね、余裕な気持ちで見守れますね。魔法少女リーチですね。あ、ここから VS 魔女バトルリーチに発展すると思います。まあまあまあこの後飛んできますよ。グレフシードで画面割れて魔女出てきますよね。
鳥かごの魔女ですね。かわいいですね、あの鳥が。おー、ホムラちゃんのソウルジェム。あ、ここのリーズ中も赤いテロップがあったりとか、チャンスアップあればなおいいんですが、赤いね、もう大丈夫でしょう。ボタンはいける、やりました。超速いよ、85回転で大当たりです。やっぱ好きこそものの上手なれですね。マドカマギカが好きだからこんなもんですよ。平さんには申し訳ないですけど、今日の私はちょっと一味違うんで。まあ、初当たりからマギカラッシュに、ね、直行する振り分けもあるんですけど、まあ、この当たりは魔法少女ボーナスですね。さあ、ここ大事、いきますよ。嘘、これはルプルギスの夜を今倒せなかったんで、え、もうダメ、アニメだとね、マドカがこの後もう大丈夫って言って助けに来てくれるんですけど、入らなかった入らなかったね。まあ今の当たりが早かったから、まあよしですかね。結構ハマってのこれだと辛いんですけど、まあ85回転で当たってのラッシュ突入ならずだったんで、まあまだ時間もあるし、まあ、これからでしょう。ポジティブ、いや、さっきその休憩中に、ね、スタッフと喋っていまして、これ今の立場でめっちゃ勝てそうなんですがっていう話をしたんですけど、これかなりうまくいってるやつですからね。本当はこんなうまくいかないんですよ。どうしたどうした、どうなんだろう、まあ偶数だと思ってたんですけど、意外に連チャンしてる。まああとはその偶数設定って要は通常 B とかに行きやすいんで、結果奇数より何らかんだね、こうドキドキに行きやすいんですよ。でドキドキ行っちゃうと、まあ空気関係なく 80% ループ、超ドキだと 90%、 必ず告知するわけじゃないので、そこに上がってしまえばちょっと分かんない、正直。あ、ちょっと大当たりもいけないんで、気分転換にフォールぐるっとしたいと思います。やっぱりこのマドカマギカの島がね、空き台がないんだよね。とにかくすごくないですか、2万1000発とか、こっちも2万4000発あ、こちらのお兄さんも2万3000発いやー、機材がないですね。いやー、だって面白かったもん、今日打ってて。いいなー、やばい、あとちょっと。いや、でも分からないよ、この間も北斗無双で最後の最後に、最後の最後じゃない、かなりお金入れたから動きあったんで分かんないですよ。ほらほら、キューブへ出てるし、成功すればストーリーリーチですよ。あー、煽りだけだ。前回僕来た時もここでジャグラー打っとけばよかったなんて言ったんですけど、マイジャグラー3、ここは結構いい感じでついてますね。
はい、まあ、回ってない台もあるんですが、比較的バランスよくピックとレギュラーがついているのが分かるかなと。で、まあ、この時間帯だと、まあ、4000ゲームから、まあ、4500ぐらいがまあ妥当だと思うんですが、それで大体計算していただけると、まあ、かなりいい台転がってるんじゃないかなと。すごいですね、4621の25で100分の1、まあ、これ6の可能性高そう。実践終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれ笑顔、あ、笑顔じゃないんだ、笑顔じゃない。結果発表しましょうか。まあまあそこら辺もね、はい、ルルちゃんの表情が何を意味しているのかも気になりつつ、じゃあ結果の方発表したいと思います。はい、先に言いたい、先に言っちゃった方がスッキリするかな。じゃあどうぞ、はい、ルルちゃんの結果を。6になりたいから言っちゃいますね。はい、投資が19500円、そして出玉が当たったんですよ。2回初当たり引いてるんです。ほう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 、ゼロ。あれそうなの。ということで途中なんか積んでたやん、マイナス。あれなくなったってことね。飲まれてしまい4875玉という結果になってしまいました。なるほど、まんま投資がそのままマイナスと。そうです。はい、じゃあ私平はですね、はい、まあ、あのおきどき、だけ今日は打ちました。うんうん、ずっと打ってましたね。はい、でまあっていうのもその前トニーさんとかその前も何人か実践してて、まあ絆を割とみんな打っていて、その時にまあ置き時計を毎回比較的出てるよと、強いですよね、うん、いう話を聞きまして、まあ、あと少なくともリセットはどうやら勝ってそうなっていうのを聞きつけまして、ちょっとせこいですね、そういうのを聞きつけまして、立ち回りですからね、まあ、あと絆をみんな飽き飽きしてるだろうということで置き時計行きました。結果バンバン剤で、まあ、に朝市はカニ歩いたんですよ。そのいわゆるリセット後のチャンスモードへの移行とか、まあ通常 B を狙っていこうという立ち回りをしまして、結果サクッと言いますと投資が、6000円282枚、少ない、うん、1047枚なんでちょっと中途半端ですが、で獲得が3428枚、すごいよ、すなわちプラス3146枚でございました。後ろ積んでましたよね。積んでた、久しぶりよ、ね、まあ、30杯多少でかいとはいえこのロケ時間で積むのは久しぶり。いやすごい、だってもうチラッと見てあやばいって思いましたもん。やばいというかもう絶望でしょ、だって無理でしょ。いやでも見事、まあ、立ち回りもすごいし、やっぱりその今日はね相当展開には、うん、恵まれたと思う。まあ、あとあれだね、次回も楽しい光景をお見せできるようにちょっとアドバイスかなんかないですか。今日はあの罰ゲームない分尺が長い。あ、そっかそっか。そう、立ち回り的な面で、まあこちらのチャレンジャー、うん、町田松田店さんの ねパチンコと罰ゲームだから、うん、やっぱり台数が多い島が結構いいんじゃないかなって、私的にはパチンコ思います、ね、今日のパチンコ魔法少女窓かまりかも比較的台数が多いいい感じ。あと北斗無双とか北斗セブンとかの島は結構賑わってるかなっていう。さあ、じゃあパチスロは、まあそんな感じで、パチスロに関しては、うん、メモしときますね、私、まあ、あの置き時計は正直すいません、あの僕、うん、このサンプルでは設定推測とまで言えるぐらいの当たりっぱなしだもんね、うんうん、そこら辺まではちょっとつかめなかったんですが、まあ、まず一ついい点としては、置き時計はおそらくまあ前代リセットはかかっていた。あ、それだけでもう、うん、だいぶ違う、お客さんの気持ち的にはね、やはりこうリセットがかかっていれば今日の僕みたいにあのちょっと立ち回ろうっていうところにまで、達せれると思う。テンション落ちちゃいますよね、かかってないとね。まあ、ねリセットかかるとも立ち回りもねクソもなくなっちゃうというか、なくなっちゃうからかかってる、うん、でも、まあ、あとはマイジャグ、これ前回は僕気になった。確かにマイジャグの埋まり方が朝すごくないですか。そう、朝埋まったし、うん、あと履歴的にも、まあ、6入ってんじゃんって思えるぐらいの履歴の台は後ろ積んでる方とかいますよね、うんうん、だから僕の方はまあ今日30杯でまあ、運よく詰めましたけど、まあ、25倍でも、まあ、ジャグラーノーマルタイプでも積んだりしてる台が結構あったんで、そこら辺でやるのもあります。ちょっと今後の参考にして、ただちょっとライバルは多そうだったって、はい、てなわけで今回私平の勝利でございました。おめでとうございます、はい、ありがとうございました、うん、それではバイ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 、また見てね。